はい、今日はこの間のママチャリの修理の続きです。こんなにパックリ割れてるんで、今日はですね、新しく、タイヤを交換します。届いたので交換したいと思います。はい、まあ説明するまでもないと思いますけど、これ外してね、タイヤ外してみます。ちょっと片手で取る、片手でムービー回さなきゃいけないんで、ちゃっちゃと取って外してつけちゃいますね。はい、古い方のタイヤは外せました。軽く空気を入れて収めます。もうちょっとのところですね。はい、全体が入ったので、あとはそのチューブがこのね、リムに挟まってないか、必要に確認してから空気入れたいと思います。はい、大丈夫そうなので空気入れていきます。はい、大丈夫ですね。あと取り付けてからまた調整したいと思います。はい、とりあえずタイヤを入れて、あとは取り付けていきます。これ大事なんでね、しっかりつけます。ブレーキね、ちょっと調整して本締めしていきます。左右ね、均等にちょっとずつ締めていくのがポイントかな。はい、2本使ってね、うまく左右均等にいけたと思います。ちょっとね、ブレがないか回してみたいと思います。はい、大丈夫でしたね。あとはちょっとね、細かいところ締めていって、ちゃんとやります。はい、あとは空気圧見ていきます。前も後ろも。はい、これで、交換終わりました。まあ、30分はかかってないですけどね、まあ、そこそこかかりました。これいくらだったの、1200円ぐらいだと思うんですけどね。チューブも600円ぐらいで、まあ、2000円で上がりました。はい、お疲れ様でした。ママチャリのパンク修理でした。タイヤ交換とパンク修理終わり。